年の11月に免許更新の写真が、はい、いい感じに撮れました。いい感じに撮れ、これはした人は皆さんおっしゃってると思うんですけど、はい、肌感、質感っていうのが毎日のお手入れあるじゃないですか、はいはい、全然違いますね。言います、皆さんおっしゃいます、はい、なんか美容の治療とか、はい、アンケートとかは、ですね、ヒアルロン酸を打ったことがあるのと、はい、あと7、8年前にすごい肝斑が来たんですね。それで近くの皮膚科の先生のところに、あの女医さんなんですけど、うん、来ましたら、ピコレーザーやってますけど、あ、一度それやってみませんかって言われて、それと薬を併用するような形で、やったら若干薄くなってきたので、あの肝斑はあのまた出てきますよ。そうです、だから定期的に、まあ、面、あのそういう形でレーザーを当てるような形で様子を見ていくのがいいんじゃないですかって言われたので、定期的に、まあ、4ヶ月とか3ヶ月に行ってるとか。ヒアルロン酸打ったのは娘の結婚式に合わせて。あ、結婚式に合わせて、はい、もうこれはあの写真とかビデオに残りますので、で、まあ、ヒアルロン酸には興味あったんですけど、行ってみたいけれども、はいはい、半年ほどしか持たないよって、まあ、友達も言ってたので、はいはい、いや半年しか持たへんのに、っていうのだったんですけど、半年でもいいやっていう、ちょっとね、興味ぐらいの。自分の細胞の力で綺麗になる肌の再生医療専門 RD クリニック。確かに、同級生なんですけど、ほうれい線がないやっていうふうに言ってたので、まあ、多分彼女はほうれい線が気になる方だと思うのでそんな感じで言われて、あともう少しメンズメンの手術していくとか、でも今時間、あの今までの経験で1ヶ月目ってあの、まあ、そんなに実感がない人が結構いるんですけども、あ、そうなんですか。逆に1ヶ月目で実感を感じる人って3ヶ月目6月後ってすごいいい感じになっていくんですよね。そうなんですか。まだ変化するんですか。もちろん3ヶ月ぐらいにかけて、私自身もやっぱり1ヶ月目は分かんなかったですから。あ、そうですか。やっぱり3ヶ月ぐらいすると分かる。これが今日で、はい、こちらの方が1年前ということになります。思ってみると、ね、変わってますね。これですね、全く同一人物なんですので、まあ、見比べてもこちらの方が分からないという感じがあるんですけども、こういうふうにずっと見せていただいてですね、こちらの方を見ると、そうですね、特にまあこの辺のもたつき感もなくなってますし、この辺、それからこちらの目の下、まあ、こちらの目の下まだ膨らみがあるんですけども、全体として目の下がすっきりしたような感じにはなってます。なってます。はい、すごく印象としてはもう踏まえてない印象ですね。で特に私の場合は先生前も申し上げたとおり、肺粒子という非粒子というんですか、肺粒子全然できないんですよ。若くなったんですよ。若い時はできてなかったのが、はい、年とともに白ニキビみたいなのが、はい、できてきてたんで、はい、特に、はい、もうどうしたんそれって主人に言われるぐらいできてたんですが、はい、できてないんですよ。もうこれが一番嬉しいですよね。そうですよね。そういうのが解消されてくるといろいろ欲が出てくるんですけど、深追いするといけないなっていう気持ちもあります。レーザーとか、はい、そういうようなものだったらやってもいいんですけど、あ、そうですか。ただやっぱりその何かを入れたりとか膨らませたりとか、はい、抜いたりとかっていうのはあの、まあ、やってうまくいけばいいんですけど、はい、どうしても不自然だって深追いするってことか深追いするその辺はちょっと実践しないといけないんだろうなと思います。はい、はい。